A のルッカネン、A のアンテロルッカネンは、フィンランドの空軍軍人、AS パイロット、マンネルヘーム十字勲章受章、愛称は、A 一家。ソビエト連邦との冬戦争勃発時には、中隊長、継続戦争中に、戦隊長になり、部隊を率いるとともに、自らも56機の確認戦果を上げた。これは、フィンランド空軍第3位のスコアである。 また、出撃回数441回はフィンランド空軍、戦闘機操縦者中、最多である。1935年3月、中尉に任官。1939年11月の冬、戦争勃発時には、フォッカー D21 装備の第24戦隊の第3中隊長を務める。開戦2日目の12月1日、ソ連のツポリフ SB 爆撃機を撃墜。 初戦火とする。12月末からは、第3中隊を中核とした、文献隊、エルセント隊を指揮。1940年2月15日、大尉に昇進。冬戦争中の核人撃墜数は2.5機。冬戦争終結後、新鋭機、F2A、バッファローのスウェーデンからの空輸を担当。第24戦隊は、この機に、騎士転換し。 継続戦争を迎える。九百四十一年六月の継続戦争勃発時には、同戦隊第一中隊長及び、1 0人航空指揮官。九月より再び独立派遣部隊、エル戦闘機隊を組織指揮する。バッファローでの確認撃墜数は十四点五機。離任直前、主に相機としていたバッファロー b w 三百九十三号機の垂直安定版には、 この時までの撃墜数を示すものとして、祝杯を挙げた17枚のビールのラベルが貼られていた。なお、BW-393 号機は、その後、中隊の指揮を引き継いだハンスウィンドが主に登場して、スコアを重ね、最終的には41機と、フィンランド空軍のバッファローの内最高の機体別撃墜数を持つ主君機となった。 1942年11月、少佐に昇進するとともに、第30戦隊に、戦隊長として転属。同戦隊は、この頃にはすでに旧式化していた、フォッカー D21 と、ソ連からの露角機ポリカルポフ I-153、チャイカ装備の偵察部隊であった。1943年3月、ドイツから待望の新兵器メッサーシュミット BF-109、 G がもたらされると、これを装備したエリート部隊、第34戦隊が編成される。本来、これを指揮するはずだったエリッキオラビエーン・ルート・少佐が、VL ピリ練習機の事故で救世したため、ルーク・カネンがその戦隊長となる。以後、1944年9月の停戦まで、同部隊を指揮した。1944年6月18日、2級、マンネルハイム十字章受賞。 同年8月5日の約マイナス9があるネ年の最後の戦果であった。メッサーシミット BF-109 での確認撃墜数は39機。その後、第34戦隊が第33戦隊と改名された後も戦隊長に泊まり、中佐に昇進後は第2飛行団の指揮官となった。1951年11月、退役。ありがとうございます。